はい、適当に歩いていて、まだロードサイドテンポ続くね。結構なんか今奥まで伸びている。まあその私が行くねディノスパークぐらいまでは確かにそれ伸びてるだろうという感じですけども、いやいいな、やっぱりなんかこのやっぱ正面の山の感じが北海道っぽくないんかな。わからないけどいいな雰囲気が。はい、また冬に来ると違うんだろうな。そう、これはなんかもう私明日のね朝6時台の特急でもう戻ってしまうので、なんかまた来たくなるようなところですねこれはね。そう、あとはゲーセンだよな。これ市内線のバスが15分ヘッドはすごいですね。いやーなんか頑張ってるな。はい、まあそうね、まあ、この大通りをまあ、向こうが今北見駅とは書いてないのに、いやーなんだ8号小泉8号、1人2人乗っているで、こちらは、まあ、うどん屋ですけども伊予製麺というのか、なんか丸亀製麺のように見えるが、まあわからん。はい、まだまっすぐ。はい、こちらのメッセという建物行ってきました。まあなんかいろんなお店が集まっている、建物で、まああのちょっとしたね、まあ、通路にゲーム機が置いてあるところがありまして、合計8台ぐらいかな、まあ小規模な、ゲームコーナー、残念ながらね私のゲーセン扱いには至らなかったんですけども、まあ一応ありますよということで。はい、でまあだいぶ暗くなってきましたね。もうすぐ7時半というところで、行けますね。まあそのもうだいぶは来ているんですが、ビッグバンがそろそろあんのかな。右側広域札幌はまあゲームコーナー、まあ、毎回ないんだけどなんか行きたくなるんだな。まあでも滋賀屋ならさすがに行かなくていいような気がする。2階建てとかだったらまあちょっと行ってみましょうか。はい、表示に旭川が出ましたね。旭川、上川、そしてルベシベなのか。上川まあ下私が通るところですね。あの辺も全然行ったことないんだよな。その上川白滝間は昔は駅がいっぱいあったけども、今は全部なくなってしまって、駅間がなんか40キロぐらいあるでしたかね。在来線としてはまあ相当長いという、まあそんだけそのね、まあ、北海道人が少ないということでもありますが、というかその上川とか白滝でもねそんなにこう、まあたくさんというか、ね、まあ、たくさんどころではないですね、まあ、1000人いるかどうかとかそんな規模だったと思いますけども、でまあとりあえずまっすぐ。はい、今切ってから割とすぐのところですけども、これ正面ちょっとボーリングのピンがあるか、がこれはボーリング場があったのが潰れたとかなんかな。ちょっと手元のデータではね、そのボーリング場ここにはあるとないんだが、閉業したというのはちょっとあるので、これはまあいいや。でそのちょっと手前の建物に隠れてますけども、その奥の赤い建物、あれがビッグバンですね。ビッグバン北見、まあ、これまで私が行った滝川釧路かな、まあ、いずれもまあメダルゲームはあるけども、なんかちょっとあんまりパッとしないテンポみたいなね、そんな感じもする。はい、まあとりあえず行ってみましょう。はい、ビッグバン出てきました。このちょっとの時間で雨が降ってしまったのか。はい、ここまあね、あのゲーム機、まあいろいろありまして、まあ、シングルメダルはバンプレスの筋肉マンが1台ですね。でそれ以外だと、まあガリレオとかヴィーナスファウンテンあたりが若干珍しいかなといった感じで、まあとりあえずというかね、まあ、この先にあのディノスパークがあるので、ディノスパークに行っちゃって、まあ、帰り際にここを寄ってもいいかなという感じでね、まあ、適当に向かいます。はい、ちょうどなんかこの地面を見るとね、まあ、今はまさに降り出したかなといったところですかね。まあ9時に降るといって、まあもうすぐ8時なんで、まあしょうがないかな。まあ、今回はね、まあもともともっと天気悪いあの予定が、まあ思ったよりも晴れが多かったりしてね、まあ幸運に恵まれていたんですけども、まあやはり最後までは持ってくれなかったかなという。一応まあロードサイド系店舗この先も若干はあるが、まあなんか途切れる感じもする。はい、こちら北見道路、不要不急の移動慎重にとありますね。はい、まあこれはなんか慎重な表現ですな。まあなんか
ね、片方でこう観光推進しときながら、まあ、もう片方では移動するなみたいなね、それはちょっとおかしいと思うので、まあ、慎重にぐらいならまあわかるかなという感じですかね。はい、まあ、私のこの遠征もまあ不要不急っちゃそうな不要不急というかその、まあ、不要だし不急な気もしますけどもねって、ちょっと雨がいかんな、これはいかんいかん、そしてそこのまあガソリンスタンドの向こう側ですね、ちょっとピンクっぽい看板、ディノスパークゲームと書いてありますね。はい、まあね、今スガイディノスやばいんですけどもね、まあ本当北海道、まあ、札幌ともかくとしてそれ以外のまあ主要都市結構どこにでもディノスパークあってね、でしかもメダルゲームも充実してますし、まあ、結構お客さんも入ってる印象なんで、まあなんとかね、あのこのまま頑張ってもらいたいんですけどもね。はい、それはともかくとしてね、そこ十勝オホーツク道の北見西インターというのがあるのか、通行無料と出てますね。へえへえ、なんかとにかく有料道路とか新しいのどんどんできるからな、まあ有料じゃないんですけどもね、まあ高規格道路というべきだな。はい、ということで、ディノスパークですね、行きましょう。はい、雨降ってますね、この遠征で初めてちょっと傘出しましたが、こちらディノスパーク、一応ね、あの情報通りシングルメダルありましたね、サミー系が3台、フォーカー2つ、タイムトゥースインワイルド、それからなんだ、あとコナミ系と、あとはドラゴン社製の2台がありましたね。ビクトリーゲートかな、まあ、ちょっと珍しいのはあったけども、なんかね、あんまり個人的にはやる気にならなかったんで、ちょっと手前のビッグバンに戻って、あっちでなんかガリレオかなんかやりましょう。はい、あとはビンゴドロップって今言ったっけ覚えてねあとはなんだ、シングルプッシャーもちょっとだけありましたね、マリオとドンキーかな。はーい、で、まあ、それ以外のね、まあ、今時のオートゲーとかも、まあ、結構台数ありまして、まあやはりディノスパークいいなという、うん、これがね、まあその、まあ、今時はなんかギガクレとかのね、まあ、プライズ特化がその流行ったりしてるんで、まあ、それに乗れてないというのはありますけどもね、まあ、個人的にはかなりまあ好きな構成なので、これでね、まあ、ちょっと経営が苦しいというのは、うん、やはりまあ厳しいのかなというね。はい、まあ一応北見、まあそうね、北見まあこれまで巡ってきましたけども、まあ正直まともなゲーセンは他にないんでね、まあ、一応ビッグバンがまああるかビッグバンとは、まあ、客を食い合ってるということなのかな。はい、ということで、まあ、この遠征はもうほとんど終わりか、これで。まあ、明日はね、そのもう、札幌方面に帰るだけ、まあ、ほとんどそうなので、新規店舗があるとしたら、まあ、旭川駅周辺のね、まあ、買い物公園のあたりで、なんか今度潰れる店舗があるとかで、ちょっとゲーセンあるかわかんないけど、そこに行きたいというぐらいなので、合計が35ぐらいですかな。まあ、まあ、こんなもんじゃないですか。同等欲張りコースという形でね、まあ、勝手に呼んでるだけだが、帯広、釧路、根室、中標津、そして今日は網走、北見、あとはまあその周辺ちょっとみたいな、やってきて、まあ、個人的にはね、まあ、結構充実していたと思うって、まだ締めるには早いか。まあ、とりあえずビッグバン寄ってネカフェだけど、まあ、道が同じだからな、まあ、もう取らなくてもいいような気がする。はい、今こちら温度計8度と出てますね。ただいまの気温8度。なんか今あの私袖まくってるぐらいでね、なんか全然寒さは感じていないんだが、ちょっとおかしくなってるのかな私が。はーい。まあ、風はあんまりないんでね。まあなんか普通にちょうど夜の涼しいいい感じだなと思っているんですけどもね。まあ、一応今日というかこの遠征としては一番寒いのかな。ちなみに今5月の31日でも6月になるんですけどもね、もう8度っつったらまあ一歩間違えたら雪みたいな気温ですからね。いやさすが北海道の中でも本当道東やべえからな。なんかそのそう札幌とかね、あとは旭川とかでもそのなんかこう寒くはなるんだけども、こう割とこうなんか分かりやすいというかな、それに対して道東はなんかおかしいんだよなおかしいと言ってしまうとあれだけども、まあ、私結構気象庁のアメダスとか見るのが好きでね、そうでなんか変な気温とか出たりするとなんかね、そのネットで検索したりとかってあるんですけども、道東はね分かんないんだよな。なんかそう夏場でもすごい寒くなることもあれば、逆になんかフェーン現象だと熱帯夜みたいなね、そういうこう激しさ、その
なんかそう不思議な激しさみたいなね、まあ本当試されてんなと感じることが多いんですよね。はい、いやーなんかもうすっかり深夜のテンションになってるな、まだ8時台だけどもね。ということでそちらですね、ビッグバン。おはようございます。朝の北見ですね。現在朝5時55分です。まあとりあえず駅まで歩くと、あれ確かこの道まっすぐでいいんだよな。そんなんだったと思います。雑。今日はこれから、今日ホースですね、それに乗るんですが、北見発が6時40分、うわ覚えてない。雑。ちゃんと調べろって話だけども、まあこのネカフェを6時ジャストに出ればまず間に合うはずなのでね、まあ適当に行きましょう。こんなとこにもなんかあったのか。まあ昨日はこの辺通ったのそんなに遅い時間ではないんですけどね。いや良かったですね。はい、適当にこの国道39号を歩いていて、そこにもキロポストがちょっとハゲてるけどありますね。この北見なんか昨日歩いていてね、まあ北海道っぽくないという話をしましたが、まあなんとなく考えてみたところ、まあ、起伏があるというのがまず一つですかね。まあ、この、そっちの里山とかもそうですけども、まあ、なんかこう、北海道はまあ、基本的に土地が余っていてね、まあ、余っているというか、まあ、そうで、街を作るんだったら、まあ、その平地のね、まあ、なんだろう、その近代の文明的にこう、街を作りやすいところを選んでるみたいな、その元々の、文明がない頃から生活しやすいというわけではなくてね。なので、まあ、そう。で、この北見はなんか、近くのね、丹野とか、あの辺の方がまだ、こう、平地のような気がしたんですけども、まあ、なぜか、このちょっと起伏のあるところに、街があるというのがなんか、そう、北海道らしくないところのまず一つなのかなという。158か、これは。ああ、こっちはしっかり見えますね。はい、まっすぐ行くと網走北見駅、十勝オホーツク道は、これはでも、なんか、旭川からのそのね、なんだ、ちょっと、分岐して伸びたような、まあ、道路の先みたいなね、そこと、まあ、そのうちくっつくんですかね。ちなみに、まあ、この北見に至る道は、上川で確か分岐して、石北本線がその石北峠で、国道39号は、総雲峡のあたりを通って、あっちは何峠っつうんだったかな。ちょっと忘れたけども、そう、この有料道路、高規格道路を通すんだったらどっちなんですかね。まあなんかどうせ途中はあんまりね、街がないので、北回りが一応その白滝とか、あと、エンガルは若干遠い気がするな。そう、エンガル経由なんですよね、鉄道がね。だからまあ、その、あまりこう、なんか、ピーンと張ったような近さではないんだよね。はい、道路の方がまあ、近そうではあるけども、しかし、総雲峡とかもまあ、あれも、あれで難所というかね、どうなんだろうな。まあ、そんなところで、で、あともう一つ言おうと思ってたのは、なんか植生がね、この植物、まあ街中なんでそんなにないですけど、こういうところもなんか北海道らしさが薄いのかなという。北海道といえばまあ白樺とかね、まあああいうのは本当は、首都圏なんかには全くない、北の方の植物という感じで、あとはまあ雑草なんかも、まあ北海道というと吹きとかがね、この時期はやたら多かったりするが、まああんまりないんですかね、ここはね。まあ、そんなになんか他のね、道内の都市と比べても気候が極端に違うとは思えないんだが、まあなんかその、まあ東北、まあ東北の中でもそんなに北じゃない、まあ山形とかね、ああいうところに近いような感じがするが、気のせいでしょうか。案内所って何の案内所だろう。まあとりあえずまっすぐですね。はい、そちらラルズマートなんか2階建て、ちょっとゲームコーナーある可能性もなきにしもあらずだがまま言えば、で適当に歩いてきて、まあ、ネカフェからはもう20分以上歩いてますね。で正面はまあ建物ありますけども、この国道自体はちょっと斜め左方向なのかな。でまあ曲がってから、そんなに遠くないところに駅だと思います。はい、この道のアップダウンがいいんだよな。で、まあ、街中近くなってきて、ちょっとまあ、
マンションらしきものもちらほらといったところ、うん、この辺の密度みたいなのも面白いな。はい、ここはなんかこの斜め方向にね、こう道が伸びていて、なんかその何、今歩いてるのがこれはあれか、東西方向というか、その、ね、東西南北にきっちりなっているのに対して、まあ、駅前のあたりはね、まあそうじゃないということで、国道39号いいですね、おにぎりの大きさがね、斜め左です。はい、本町1丁目バス停、これ15分おきでね、まあ、頑張っているんですけども、朝のこの早い時間ないんだよな。なんかオホーツク札幌行きのにね、間に合うのがあってなさそうだけども。でこちらがそのもともと鉄道だったところですね。そっちなんかこう、ちょっと構造物が見えますが、そこがその線路がね、地下に潜っていってるところだと思います。まあ、駅もその辺、まあ、市役所、ルートインの向こうが市役所で、その向こうがパラボで、パラボの向こう側が駅なのでね、まあもう500メートルもないぐらいだと思いますけども。はい、ちょっと逆光気味ですけども、こちらが北見市役所ですね。これはなんかもうかなり新しい、おそらくまあここ、まあ、5年以内の地域というかね、それだと思いますが、なんだ、まあ、もともとそのね、駅近くになんかあったのが、まあ潰れてとかですかね。わかんないけども、まあ、おそらく、まあなんかもっと左手側にあったんじゃないかと思うけども、そうでもないかな。もともとここにあったのを建て替えたのかな。はい、そして向こうはパラボ、まあゲームコーナーないと思いますけどもね、まあ昨日ちょっと入れなかったので残念だったとこですな。で、その向こう側、今バスも出てきましたが、あの辺が駅ですね。はい、こちらおなじみのルートインホテルだけど、ちょっとなんかグランドとついてますね。で、ここが北見駅で、まあなんか三角屋根が特徴。はい、まあこんな感じですね。では、乗っていきましょうか。